これは私にかけられた呪いが周りの人を、そして自分自身を幸せにする魔法に変わるまでの物語。私はアイリス。町外れで薬屋をやっています。しまった、今日聖騎士のパレードの日だった。なぜこんな格好をしているかというと。ねえねえお姉ちゃん、聖騎士さん見たいから抱っこして。え、私は。あなた剣術使いのアイリスでしょ。この子には触らないで。私はみんなに怖がられている。枯れ木みたいにシワシワにされちゃうよ。シワシワ、怖い。剣術使いだからです。剣術使いよ。いつも枯れた草木で変な薬を作ってて怖いわ。この世界ではみんな生まれつき一つずつ魔法を持っています。火を起こす魔法、雨を降らす魔法。でも私の魔法は剣術と呼ばれる植物を枯らす魔法でした。人や動物には効かないけど不気味だよね。キャー、リヒト様よ。あれは騎士団長の。この国の未来に光あらんことを。見て、あの聖魔法。さすが由緒あるハイリッシュ家のご子息。この前の剣術大会でもぶっちぎり1位だったんですって。いいな。聖魔法は剣術と同じくらい珍しいのにみんなに受け入れられている。でもいいんだ、私は一人でも生きていけるから。へえ、今ブルーメの花が大量発生してるんだ。ちょうど切れてるし、今日は薬草取りに行こうかな。確かこの辺りのはず。人？というか聖騎士様？そういえばブルーメの花は群生すると催眠効果があったような。この人、このままここにいたら危ない。でも私が触るのは。くそ、仕方ない。目覚めた。ここは町外れの薬屋で私の家です。森に行ったらあなたが植物の毒で深く眠っていて。あれ、君は剣術使いのアイリスじゃないか。え、私のこと知ってるんですか。仕事柄剣術使いは把握している。悪い意味で有名だもんな。勝手に助けてごめんなさい。でも私の剣術は植物にしか効かないのでご安心ください。こんなの信じてもらえるわけないよね。本当だ。初めて信じてもらえた。助けてくれてありがとう。君は命の恩人だ。